動物写真家の岩合光昭さんが世界各地で撮影した子猫の写真展が横手市の県立近代美術館で開かれています。愛くるしい子猫の写真が並ぶこの写真展、今日来場者が延べ1万人を突破しました。牧草からひょっこりと顔を覗かせ、つぶらな瞳でカメラを見つめる子猫に、浜辺で小魚に食らいつく子猫を捉えた写真。横手市の県立近代美術館で開かれている岩合光昭写真展子猫で展示されている作品です。動物写真家の岩合光昭さんが日本をはじめヨーロッパやアフリカなど世界各地で撮影した子猫の写真およそ170点が並んでいます。子猫の愛くるしい姿や躍動感あふれる瞬間を切り取った写真の数々が訪れた人たちを魅了し続けています。4月20日の開幕からの来場者が今日午後延べ1万人を突破しました。1万人目は自身もオスの猫タマを飼っているという秋田市から訪れた清水川茜さんです。美術館から記念品が贈られました。いろんなパターンの写真があるので、しかもそれが大きく見れるので、それは楽しみに。やっぱり猫が好きな方が秋田県にはとっても多いのかなって思って、ちょっと嬉しくなりますね。子猫の表情や仕草が見る人の心をつかむ岩合光昭写真展子猫は、横手市の県立近代美術館で来月15日まで開かれています。